LINE の初期設定の方法、友達追加の方法、メッセージの送信についてご紹介します。まず初期設定の方法について見ていきましょう。 LINE アプリをタップし起動すると初期設定に進みます。タップとは画面をトンと軽く触ることです。新規登録をタップすると LINE を使用するスマートフォンの電話番号を入力する画面が表示されるので間違いのないように入力します。右矢印をタップすると SMS への認証番号の送信確認が表示されます。 OK をタップすると入力した電話番号の SMS 宛てに認証番号が送られます。認証番号が SMS に届きますので認証番号を入力します。アカウントを新規作成をタップして名前を入力します。名前の入力が完了したら右矢印をタップしてください。次にパスワードを入力し登録します。右矢印をタップしてさらに進みます。次に友達追加設定が表示されます。友達追加設定とはすでに LINE を使用しているご自身の友人と自動的に友達追加するかどうかを決めるものです。友達自動追加をチェックするとスマートフォンの電話帳に登録されている電話番号の情報からすでに LINE を使っている友達を自動的に追加します。友達への追加を許可をチェックするとあなたの電話番号を登録している友達の LINE にあなたの LINE アカウントが自動で追加されます。自動で追加されたくない場合はそれぞれチェックマークをタップしオフにして次に進みます。年齢確認が表示されますので au をご契約の方をタップします。 auid のログイン画面が表示されますのでログインします。ログイン後、LINE の情報提供について同意が求められますので、内容を確認し、同意するをタップします。位置情報と LINE ビーコンへの利用に関する同意についても、任意でチェックを入れて、OK をタップします。これで初期設定が完了になります。次に友達追加の方法です。 LINE ホーム画面右上の人型のアイコンをタップすると友達追加の画面に切り替わります。友達の追加方法は3種類あります。まず1つ目は ID 検索です。知り合いや友人の LINE ID を聞き、検索画面で入力し、友達として追加することができます。2つ目は電話番号検索です。すでに電話番号を知っている人で、相手が電話番号を LINE に登録している人であれば、
電話番号を打ち込むことで友達に追加することができます。3つ目は QR コード検索です。近くにいる知り合いや友人の LINE を開き、 QR コードをカメラで読み込むことで友達追加が可能です。自分自身にも QR コードがあるため、読み取ってもらい友達追加してもらうこともできます。次に LINE でのメッセージの送り方です。友達をタップし、さらにトークをタップすると、トークルームが出現します。画面下の文字入力欄にメッセージを入力し、右にある紙飛行機のマークをタップすると、相手に送ることができます。写真や動画などを送るときには、左側の写真アイコンから送りたい画像などをタップすると選ぶことができます。また LINE にはスタンプという機能があり、文字入力欄の右側にあるスタンプアイコンから送ることができます。新しいスタンプを購入し、スタンプを増やすことができるのも LINE の魅力の一つです。以上、 LINE の使い方についてご覧いただきました。